投げ技。投げ技は、相手の体の一部を掴んだり、相手から掴まれたりした、接触状態から、押す引く、ひねるなどの力を加えて、相手の体勢を崩し、投げ倒す、技の総称。レスリングや柔道、相気道など、多くのスポーツや格闘技、プロレス、武道などに含まれる。格闘技、武道の歴史においては、相手の頭や頸椎を、 地面や己の膝の上に叩き落とすような投げ技も存在する。戦闘、闘争においては、このような単に相手を頭部から叩きつける技こそ有効だと考えられがちだが、むしろ相手をきちんと回転させ、相手が背から落ちるように投げることにより、うまく自分の体勢を崩さず、相手を制することの方が重要という考え方もある。また投げ技は、寝技の功にもあるように、 その一挙動で相手を殺傷することを必ずしも目的としない。立っている状態から寝ている状態に相手を移行せしめることは、すなわち、完全の機難を排除することであり、戦場や日常において自らの命を守る技術としては、それだけで一定の効果を期待できる。敵は武器でも使用しない限り寝た姿勢から一瞬での反撃は行えないし、その間に、 自分は闘争という選択も可能だからである。無論そこからより攻撃的な選択も可能なため、反撃能力を失った相手に拳足や武器を用いてとどめを刺すことも容易になる。充実の肩稽古などにおいて投げ倒した相手の喉の側の地面を必ずかかとで勢いよく踏みつけるなどの動作を持つ流は、その思想を未だ色濃く残している。 試合において、投げ技は一本やポイントを取ったり、相手の反撃体制を失わせて、ルール上の勝利条件としたり、あるいは寝技につなげていくために使用される。柔道など投げ技が綺麗に決まることが、勝利条件の一つであるものも多い。それは、投げ技の成功は、相手の心、技、体を、自分のそれが凌駕した証である、自分に有利な体制に持ち込むことがき、 勝利できる確率が上がるとされるからである。競技において投げ技の安全性を確保するには投げ技を受ける、かけられる側がきちんと受け身の修練を積んでいる必要がある。そうでなければ頭部を強打し脳座傷となったり、捻挫や脱臼するなどして重大な負傷を負う危険性が高いからである。ただし、試合や競技界において投げ技により重傷を おう選手は、ほとんどいない。そうした訓練が行き届いていることもあるし、またそれらの投げ技が、相手を負傷させずに投げ倒せるように工夫されているからである。柔道の創設者、加納次五郎は、気藤流を学んで、投げ技の妙味を悟って、以来、柔道の技術方面の修行に投げ技の、特に思うべきことを信ずるに、至りとし、段取りにおいて割りつ勝負に重きを置き、 寝勝負は、やや的軽く見るを適当とすると、投げ、投げ技を重視していた。柔道における投げ技は、立ち技と捨て身技に分かれ、さらに立ち技には手技十六本、腰技十本、足技二十一本が、捨て身技には、真捨て身技五本、横捨て身技十四本がある。なお、柔道の投げ技においては関節を極めながら投げると、 有効な投げ技とはみなされないことがある。プロレスリングにおける投げ技は、相手にダメージを与えるものであると同時に、見栄えが重視されることが多い。また、ジャーマンスープレックスなどのように、ピンホールを狙う目的のものも今するため、他の競技よりも多彩な投げ技が存在する。加えて、プロレスの特性上、相手の協力がないとまずかからないような技もある。 プロレスの代表的なものは、バックドロップ、ジャーマンスープレックス、ブレインバスター、パイルドライバー、パワーボムなどである。総合格闘技における投げ技は、テイクダウンし、有利なグラウンドポジションを獲得する手段として、時には直接ノックアウトを狙う技として、使用されている。プロレス技が、しばしば流用され、ケビン・ランデルマンや、ジョシュ・バーネット、ジョン・ジョーンズはスープレックスを、 クイントン、ランページ・ジャクソンや、ボブ・サップは、パワーボムバスター、スラムを使用したことがある。中国憲法系の少なくとも一部では、打撃技法だけでなく、投げ技をも含めて、土間や板の間などの環境で行う流派もある。合気道の投げ技は、柔道やレスリングの投げ技と異なる。合気道協会という流派では、柔道と合気道を対比し、 相気道の技を柔道よりやや遠い前での技と位置づけている。特徴として、あまり体幹部をつかまず、腕をつかむ、完全に担いだり足をかけたりする技が少なく、真下に倒す技より前に遠く押し飛ばすような技が多い。また、投げ終わった後、特に稽古では、投げられた相手も受け身を取って立ち上がり反撃を仕掛けてくることになる。つまり、投げ技は、 頭から落とすなどの形態を取らない限りそれ、単独では必殺技とならないという回を持ち、柔道とは違う形ながらも投げた後の固め技を重視する。そのため一連の攻防の最後においては必ず、固め技などによって相手の行動能力を奪い、完結とする。固め方は柔道と異なり、相手をうつ伏せとすることを基本とし、さらに自分は倒れず座るのみである。 投げたまま固めることも意識し柔道とは対照的に関節を極めながら投げる技がく存在する。代表的な合気道の投げ技には四方投げ、入り身投げ、小手返しなどがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。